おはようございます。ダンボールに埋もれてる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。鹿島貴博の全く編集しないチャンネルへようこそ。今日はですね、キャップの梱包が終わったよっていう動画にすごい家ですよ。はい、嘘、すごいよね。ダンボールに囲まれてますね。200弱くらいあります、ね、カメラ越しに見ると綺麗に埋まってるんですよね、はい、すごいですよ。肩からして見えない。一応ね、3人で今頑張って梱包したんですけど、一個一個にこれ僕が愛用してるファブリックミストをね、つけてあるんで、ほんのり香るかなっていう感じです。あとはサンキューメッセージであったりとか、そういったものも入ってるので、注文してくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかありますか。結構スピーディーに丁寧にお詰めしましたね。なんか弱音吐いてた人の言う言葉じゃないかな。親指が痛いってやつ。ダンボールの爪で引っかかりますよ。そうですね。って言ってたじゃん。1日かかっちゃうかなって思ったんですけど、ね、3人の力で3時間で終わったね。到着までお待ちください。そんなそんなでした。すごい、それにしてもすごい家ですよ。弱音吐きマン。はい、という感じで今日のコーディネートコーナー、パッパラパーパッ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 パラパッパッパーパッパラパーパラパッパッパッパラパッパッパー。ちょっとあんまり狭くて引きで取れないので、はい、こんな感じですね。上がどこなんでしょう。シュタイン、シュタインと中のかと、これがいや違いますね、あれですよ、グッドン、ユニクロ。あ、ユニクロだった。違う、これ黒も黒もゲットしちゃいました。オイサーマル、オイサーマルしたんですね。チャンピオン、イエス、チャンピオン、チャンピオンね、違う色欲しいっす。あとはマーチンっていう感じのコーディネートで、今日のコーディネートのテーマは隠し味に混ぜんだ。なるほどですね。このシャツもね、ちょっとマゼンダチックな色をしてるんで、はいはい、グレージュっていうのかな。なんで、まあそこのね、強調色を足元に入れてっていうコーディネートです。はい、何かありますか。なんか、まあスウェットにブーツを合わせても意外と似合うんだなっていうのが勉強になりました。勉強してた。勉強しましたね。日々研究ですから、成長、日々成長ですから。へえ。最近の面白いニュースとかありますか。最近面白いニュース、はい、このサブチャンネルの方では自治ネタを解析していきたいと思いますので。自治ネタ、はい、気になるニュースとかの僕の見解とか聞きたかったら、ぜひこのタイミングで。あ、なるほどですね、はい、質問コーナー設けてるんで。スターウォーズ最近ハマってます。はい、川島さんは好きですか。ジジネタ、それ。ジジネタじゃないですね。確かに全然ジジじゃないけど、もうそれしか今。ジジネタちょうだい。ジジネタ、ジジネタ、うん、まあそうですね。まあ今お店が8時までだと思うんですよ。まあ僕たち池袋周辺で飲み歩いてる人たちは結構困ってると思うんですけど、だってそういう非常事態宣言だから、そういうあれじゃないよ。お家でのおすすめのおつまみとか、はい、ああ、お家でのおすすめ、おすすめ、ああ、なんだろう、何系の酒を飲むんですか、マネージャーは。僕でもビールかハイボールしか飲まないです。お家で、お家で。あとは彼女をおつまみに。ちょっとお後がよろしいよ。おつまみいらな、じゃあもう。